はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミキトです。今回は、バステトで割と使えるんやで、まだ強いよーということをちょっとお知らせしたくて、バステトでやっていきたいと思います。ただ、フレンドにバステトがいなかったんで、まあ、やむなく、唯一貴族生がいた、ね、はい、ディアブロスなんです。他に貴族生がいないんですが、どうしましょうか。まあまあ、それはともかくね、バステトさんを使ってやっていきたいと思います。今回挑むのは、アグニ降臨。超地獄級ではなく、絶地獄級でございます。さあ、敵は非属性でございますが、このパーティーでやっていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブー、ミヒトチャンネル。はい、じゃあやっていきましょう。なんてこった、息ドロップが少ないぜい。けっけっけー。まあ、コンボ吸収はそこまで怖くないので、時間は13秒ありますね。13秒もあれば、それなりのコンボができるでしょう。それなりのコンボが。それなりのコンボができると思ったんですが、8コンボしないとディアブロスさんのスキルは発動しないので、コンボ重視で。ほんまコンボ重視やで。ほんまに。ほんまコンボ重視やでー、言うて。はいまあ、こいつ火力出しても意味ないんですけど、まあ、練習ですな。はい、そろそろ携帯をゆっくり動かさないと、うまく、携帯が動かない感じになってきましたので、頑張って動かしていきましょう。ちょっと待ってね。はい。3、4、5、6、7、8。8コンボ以上すれば、ディアブロスさんは、吸収違う、防御力軽減。防御力軽減してどうする？ダメージ軽減が入るので、それは毎ターン、ほぼ必須といったところ、英雄の鎧。こいつ確か防御力がめ堅いやつじゃなかったか。サマーすると尻尾攻撃はいらないでしょう。で、キドロップが1個しかないっす。1回分しかないっす。ほい。からの、あと1コンボ作れたんですけどね。あと、落ちてこい！まあ、こんだけ盤面が広いと落ちてくるよね。オッケー、貫通した。なんとか貫通してくれた。貫通してくれなかったら危なかった。ガン飛ばし。スキル使用不能は、なんとか弾きました。キドロップが圧倒的少ないので作りますから、たまには。他2人が、たまるからいいかなとも思ったけど、やめとこう。やっぱりやめとこう。肝心なところでダメだった時のことを考えると、さっきスキル使ったからやーってなりたくないので、いや、操作時間長え。ありがてえ。はい、9コンボ。落ちては来ない。まあ、倒せるでしょう。クリアです。で、その後、次が4フロア目。突進。こいつが、本当にめんどくさいんだ。ダメージの半減を置いておきましょうか。これがあった方が割と楽に解けるので。おう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 。なんちゅう木のつながり方。あと1個上にやってればね、4つ消しが1個作れたんでよかったんですけど、すごいおい。もうこれ行くっしょ。行くわな。敵さん非属性プラス貴属性のダメージ半減入ってたけど、なんとかいけました。毒は無効よ。敵が、これ、非属性ですけど、こいつ攻撃食らったら確か一撃ですので、がっつりコンボしていこう。これは上でいくと、こうして、こうだな。よし、これでいい。8コンボは達成プラス回復もしつつ落ちてくる。いいですね。OKOKOK 右側のやつは攻撃してきたら一撃の効果力ダメージですから、攻撃する前にやる、食らってやる。こいつの名前イフリートでしたっけ？シャイタンでしたね。イフリートー、イフリートー、炎の精霊です、イフリート。あ、これどうしよっかな。これどうしよっかな。下回復と光作りたいんですよね。いや、回復と光作りたいとか言っておきながら、これでどうよ。下と、こうだな。やりたい動きができなかった。危なかった。で、こうだ。あー、違う。今の光を左側にやってれば、もうちょっと1コンボ繋がったけど、まあ結果オーライ落ちてきた。落ちてくる。いや、もうそれ以上落ちてこなくていいです。もう携帯がやばいんで。携帯が処理落ちするくらいの。さあラスト、豪炎の陶器、5コンボ以下吸収、マッハトゥバタハバハダハダ。なんていや、相変わらず読めねえな、あなたのスキル。まあ、このために置いておきました。これでワンパンしましょう。ん、携帯が重く、キドロップが圧倒的に少ない気がするのが気のせいでしょうか。ほい。でした後はもう普通にコンボでいいと思うんじゃがの。ポン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 。ここで落ちてこない。あ、でも結構いったね、火力。あ、やばい、スキルが使えない。突き飛ばされるのは勘弁してほしかったな。死なないことを願いましょう。ほい、ほい。携帯を。今こそ、君の力を見せるとき。スキル、まずスキル、とにかくスキル、スキルを使わせてくれ。猛突進の構え。猛突進の構えのくせに防御体勢張るっていうね。突っ込んだらダメこれ。絶対突っ込みたかったんだよ、いつか。いつか絶対これ突っ込んでやる思って。ほい、ほい、ほい。スキル使ってないけど、8コンボでまあ火力出るんちゃうの？スキル使ってたらこれにさらに倍率がかかってたんですけど。あ、いった！ね、スキル使わなくてもいけるんですよ。まあこれフレンドがディアブロスだったからかもしれないですけど。いやー。やっぱバスベットが一番楽しいよね。うん。かわいいよね。バステトちゃんがね、ほんと大好きすぎて、最初にバステトを引いたとき、エジプト神っていうので、ホルスっていうのが強いよっていう時代の頃、僕はバステトしか見てませんでしたから。懐かしき良き時代よ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか？コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。